パパジーンズ古民家 and a restaurant cleanup starting。 はい、パパジーンズの今日は9月3日火曜日です、この和室に、持ってきた蛍光灯をインストールしようとしております、この天井にこういうセンサーというか煙センサーみたいなのがついているので天井にピタッとつけることができません。それでだいたい5センチぐらい、天井から離してインストールします、結局日本のネジで止めるんですけども、もうこういう状態なので、この隙間にスタイロフォーム発泡スチロールを入れて同じように天井からの距離を同じようにして、でこれをちゃんとこう合わせてインストールしたいと思います。その後このカバーを取り付けます。この蛍光灯はものすごい明るいです。11時10分前です、2階のこの和室の4畳半の和室の電気をちゃんとインストールしました。この電気と天井の間に、こうスタイロフォームをカットして入れました。四方に入れました。で、ギュッとこうネジ締めてインストールしました。結構手間がかかりました。スタイロフォーム切って入れました。で一応この明日シルバーさんに拭き掃除してもらう用意をしてます。で、こっちもシルバーさんに拭き掃除してもらう準備ができてます。この襖が外れません。でここをちょっと切ろう思ったら、これなんとアルミニウムです。もうこのまま掃除してもらいます。もうこれはこのまま使います。で今やろうとしてるのは、今やろうとしてこれを移動しました。ちょっと こっちへ。というのはこの電気をつけるためにこの左に移動したおかげでこの穴が見えてたんです。でそれをまた僕はプットワークしました。でこの外し方が分かりました。もうそこら中屋根だらけやから、これ全部外して、きれいに洗っていきたいと思います。で今からやるのはこういう穴です。穴の修理の下ごしらえをしておきます。ちゃんと
水平に測って四角い線を引いて、で、だいたいどういう材料がいるかいうのをエスティメートしたいと思います。で、別の場所で作ることもできるし、とにかくいろいろやっていきます。与謝野町にお昼が来ました。この曲の名前が分かりました。オリジナル音源らしいです。ノーワンダー誰に聞いても知らんって言うんだよね。で、今日はあっさりと豆腐と卵と納豆とこのとろろそばこれ2ドル30なんぼ、2ドルです。で、これに、とろろがついてて、で、ネギがついてて、だしがついてて、で、このそばがついてる。これ2ドルやねんて。安いね。今日はなんかズルズルのものばっかりで。まあ、あっさりといただきます。ただいまの時刻は5時です。今日は法務局に行って、このレストランが用途変更してまいりました。レストランから居宅、普通の住所です。で、法務局の人が6日の日の午前10時に、見に来ます。そんなわけで、この看板はもう大きくて、もう撤去するのは無理やけども、一応ここのこれだけ、チェンジしました。パパジン、ここに中常っていうの書いてました。それを消して、上手に消して、パパジンという風に書きました。このペイントはたまたまあったマニキュアで書きました。ちょっと急いで書いたので、下手くそですが、まあとりあえず、法務局向けには大丈夫と思います。はい、明日は4日です。雑巾部隊が来てくれます。この鳩がなかなかかわいい、あれになってます。鳩で、なんかあんなとこにもなんかエベスさんみたいな、
ちょっと買ってみないと分かりませんね。この辺の草は今月15日に、植木屋さんが来て、買ってくれます。ちょっともう鬱蒼となって、早くきれいにしないといけない状態です。でも隣の田んぼの稲刈り もう台風前に終わっております。台風来なかったけど、景色はこんな感じです。太陽こっちも綺麗な景色です。ずっとこれらはあの桜の木です。春になるとずっと桜が咲きます。この釣り戸棚とこの2つの釣り戸棚とこれを撤去したいと思っております。今触ったらちょっとまたごちゃごちゃになるから一段落してから解体したいと思います。これ解体してもちゃんとこれ天井がつながってるから大丈夫です。こっちの天井もこのつながってるから、まあ空間解体したらこう広い部屋何畳ぐらいあるかな、4畳、2畳、3畳、4畳、5畳、8畳ぐらいの8畳ぐらいの部屋ですね。8畳ぐらいの広さがあります。でここがおトイレで、これも綺麗にしていきたいと思います。おトイレも新しい便器がついてて、ちゃんと窓もあります。窓を洗いました。でこの、タイルもちゃんと洗ったら大丈夫。これはもうちょっと古いからチェンジした方がいいけども、このままでも大丈夫です。この部屋がもうヤニだらけの事務所です。タバコのヤニだらけ。一応和室です。畳があります。絨毯引いてるけども畳です。で室内は和風です。大きいプロジェクトです。こういうのは難しいね、きれいにするのが。とにかく掃除がいっぱいあります。でこれは撤去します。いい棚やけどもない方がいいから撤去します。このレールも撤去します。これはゴミの日、近所の方が書いてくれました。月曜と木曜は黄色の袋で燃えるゴミ、金曜日がプラ、紫、ペット、紙、缶瓶、青、ボンベ。岩本さんが書いてくれました。ただいまの時刻は6時です。ここにも名前を書きました。パパジン、ここにレストランの看板があって提供して、で、ここに自分の名前を書きました。これ電気つくように修理しました。これをオンにすると蛍光灯がつくと思います。はい、蛍光灯がつきます。
かりにくいかもな。でもちゃんと見えます。あのこれではこの動画ではわからないけどもちゃんと見えます。であとはここにも表札を作らないとな。ここに表札書けるようになってます。ここにパパジーの表札をつけます。また作ってません。はい、以上です。6時を回りましたので、晩ご飯にしたいと思います。今日はただいまの時刻は6時15分近くです。二段仕込みの若鶏唐揚げ弁当5ドルと絹ごし豆腐で、卵と、さっき買ったあのローソンで買ったアイスコーヒーとお茶です。でこれで晩ご飯にしたいと思います。それではいただきます。はい、こんな感じです。卵を割って